人間は忘れる生き物。はい、ドラマチャンネル始めていきたいと思います。4月13日土曜日、はい、第2週がね終わりましたので、先に結果発表していきたいと思います。前年23年対比 126.2%、2023年対比 126.2% でした。2022年対比 100.5%、 22年対比 100.5% でした。2019年対比 83.5%、 コロちゃん以前の19年対比 83.5% でした。ということで、調子ね悪いですね。コロちゃん以前と比べてもですね、2019年と比べてもですね、20% ぐらいねダウンしておりますので、ちょっとねいまいちでしたというお話でございました。はい、でね、何が、人間はね忘れる生き物かと申しますと、まあね、ちょっとねたまたま YouTube でコロちゃん中のね動画が流れてきてですね、それを見てたらですね、わあこんな空気感だったんだなとね、めちゃめちゃもうね絶望感でね、本当に、打ちひしがれてるね、様というかね、まあいろんな、まあそれからちょっとねその時代のね、YouTube をやってる方のね、飲食店の、YouTube をねされてる方のね、まあそのコロちゃん中の、まあ、2020年一番初めぐらいがね分かりやすいですかね、まあ3月ぐらいから、2020年の3月ぐらいからね、ちょっとこういきなりストンとね、ナイアガラを食らってですね、おなんかこれはおかしいぞと、なんかすぐね終わる感じじゃないぞみたいなね、で4月からまたね一気に、もうね絶望の淵へね叩き落とされましたよというようなね、状況だったんですけれども、まあね、まあ約4年ぐらいですかね、まあコロちゃんと、の戦いがね、我々飲食店業界ね、まあ居酒屋業界も、続いておってですね、で今もまあそのね、まあ残りがじゃないですけれどもね、まあその時おったね、まあ00融資の借金とかね、まあいろいろもろもろ込み込みでまだまだね、まあアフターコロちゃんでも、まあ戦いは続いているといえばね、まだ継続中なんですけれども、まあ当時をね、思い返してみてもですね、ああ大変だったなとね、本当に人生においてねこんなに、きついことはねないやろうなとね、改めてね思うんですけれども、実際ね当時の、動画ね、を見るとですね、本当にあここまでの空気感だったんだなっていうのをね、もう各動画をねいろんな方のね動画をちょろっとね流し耳しながらですね、見てたらですね、まあ、自分のも含めてですね、あこんなにここまでかと思ってね当事者がね、まあこんだけね忘れてるというかね、まあ、ちょっと当事者でもあこんなにひどかったんだなっていうのを、まあ、当時のね、動画を見て空気感でね、わーってね思うんだから、もう本当に、当事者じゃない人っていうのはねもう完全に元のね世界に戻ってるんだろうなと思ってですね、もう当時のことをねそんなにやや言う人もねおらんやろうなとね、思い返したね、まあたまたま流れてきた、当時のね動画を見て思いましたというお話でございました。はい、まあ当時はね本当に、まあ潰れるかなっていうね、まあ、前半はもう本当に全く未知のものでね、まあどうなるか、もうそもそもが対面商売がねできませんよというのがね、いきなり来て、もうね接客業が対面ね対人商売できんかったらどうやって生きていったらいいんだろうみたいなね感じでしたけれども、今度はですね、またね今中東関係が非常にねきな臭くなってきておりますので、でまあ今原油高もね進んでおりまして、ちょっと乾燥したんでね水飲みましたと、でまあ中東関係もねまあちょっとねきな臭くなってきまして、まあこのホルムズ海峡もね封鎖されるんじゃないかとかね、まあそういう話もね、ちらほらね、ニュースというかネットでもね流れてくるようなね、感じになっておりますので、そうじゃなくてもですね、まあ原油もね今1バレル85ドル6ドルぐらいね、なっておりまして、まあ円安もね135円と進んでおりますので、これ封鎖されたらですねもう一気に、ね原油高でインフレが進んで、でまあマイナス金利もね解除になったのに、金利もね上げれずに円安が進んで、積んじゃうみたいなね流れになりそうなので、本当に、なんか
コロちゃんの時がね、まあ、人生において一番のね大底かなと、まあ、これよりねきついことはもう今後ね、居酒屋経営をする上でね起こらないかもしれないなっていうぐらいの、衝撃だったと思うんですけれども、なんかねもう一発なんか来そうな、感じになってきたのでちょっとね戦々恐々としておりますよって感じですね。まあ、まあね、封鎖されたらもうね、日本が一番ね、干上がるんじゃないかなっていうぐらいな感じで、サリトでね今から備蓄をね、しときましょうよって言ってもですね、まあ各々ね、まあ家ね、まあ私だったらね普通に賃貸に住んでるわけなので、まあ、そこにね、そんな量のね備蓄ができるわけでもないので、ね、あがいたところでまあね本当少々まあ少々ね買ってたとしてもまあ数日でねなくなるような感じでしょうから、まあそうなった時はねまあどうしようもないんだろうなと思いながらですね、まあ中東情勢を眺めておるわけなんですけれども、まあ人生にはねまさかがね、来るとやってくるとね、言われておりますし、もう本当にね、まあコロチャンカを経て本当に、しょっちゅうね、まさかがやって、来てます。しかもそのまさかのね周期がねだんだん短くなってきておりますので、もうぼちぼちね平穏なね、日々をね過ごさせてくださいやって思いながらもですね、なかなかそんな風にも いかないわけなので、でまあ、ちょっとね、今週をね振り返ってまいりますと、まあ、今週はですね、まあ、週明けからね、まあ、3連敗で、まあ、昨日ねようやく、超炸裂でね白星が出たんですけれども、今日もね前半はねちょろっとあったんですけれども、前半中半中盤ぐらいでもうね、ピタッとね途切れて、週末の土曜日なのになんか後半戦もなく、終わっちゃったなという感じだったんで、ああちょっと週末こけてしもうだなとね、まあ昨日と今日合わせて足して2で割ったらまあぼちぼちかなっていう感じではあるんですけれどもね、今週半ばの木曜日でね、一組しかねご来店がなかったねパターンもあったので、ちょっとね今週は、大ダメージを食らいましたよという感じでしたね。はい、で、まあ、今週もね、ちょっとね、まあ、絶賛ね、睡眠時無呼吸症候群系のね、感じで、ちょっと、シャキッとしなくてですね、体調がちょっとね、今週もちょっとあんまりよろしくなかったので、ちょっとね、頭がね、本当にぼーっとした状態がね、続くとね、本当に、思考停止になるなっていうのをね、ちょっともうね、我がの体でね、思い知らされておりまして、いや、改めてね、睡眠って大事だなと思ってね、だんだん、もうなんかイライラがね募ってきてね、わーこれね寝れないストレスっていうのもね、蓄積されてくるんだなと思いながらですね、これは本当にね自分のね心身がね健康でないと、人に対してね本当にそうやってね、接客だんだんできなくなるなっていうようなね感じで、ちょっとね先行きがね怖くなったね、1週間でもありましたね。はい、というわけでねちょっとストレス耐性がねかなり弱くなってきてるねのをなんか自分自身でもね感じながら、ね睡眠って大事だなってね、まあ、健康ってね大事だなって思いながらね、まあ、過去動画のねその、コロちゃん中のね、まあ、奮闘ぶりといったらあれですけれども、まあ、24時間ね働けますかのねリゲインスタイルで、まあ、足し算の系でね朝から晩まで働いてね、まあ、薄利だけれども、まあ、それをやるしかね、糧を得るね、手段がないような、まあ、現状だったので、まあ、それをやりながらですね、まあ、体も酷使しながらですね、まあ、寿命を、まあなんかね、自分の寿命を、ね、切り売りした感もありますけれどもね、まあ、それでなんとか、ね、生き残ったんですけれども、まあ、その後、ね、一気に、ね、体がガタきたなと思うとね、なんかプラスマイナスゼロやなとね、まあ、その時は、ね、まだ頑張ってなんとか生き残ったけれども、後のツケもねでかいなと思いながらですね、なかなかこの辺のバランスがね、難しいなとね、まあ、20代とかね30代だったらね、まだまだいけたんでしょうけれどもね、40代ってこんなにね、ガタが来るんだなっていうぐらいね、ちょっと自分のね、ガタガタっぷりにね、ちょっとヘキヘキしておるね、本当に今日この頃というかね最近特にね実感しておりますので、これね、なんかね、すっきりしたいなっていうのをね、本当に、改善したいなっていうのをね本当に、しみじみ思う今日この頃でございますというお話でございました。はい、というわけでね、まあ本当に心身ともにね、
心も体もね健康でないとね、まあ、こういう、まあ、飲食業ね、まあ、居酒屋業界、まあねこういう接客業というのはねなかなか、できるね職業ではないわけなので、まず自分のねまあそういうところをね、まあ、心身ともに整えてね、それで、まあ、商売がねできるような状態にね持っていかないといけないなっていうのをね、しみじみ痛感してる、日々でございますというねお話でございました。はい、というわけでね、まあ、今週はね本当にナイアガラ食らいまくりでね、一生しかできなかったので、まあ本当にねちょっとね疲れたし、ね心痛が半端なかった1週間でございましたということでね、だいぶ削られたなというね、お話でございました。はい、まあそれとともにね、まあ、前半お話した通り、まあちょっとね地政学リスクというかね、まあ本当になんか、戦争じゃないですけれどもね、本当に影響がね日本にもやってきそうな、ちょっとね感じがしてまいりましたのでね、いつまでね、まあ、この平穏って言ってもあれですけどもね、まともにね商売ができるのかねちょっと不安になってまいりましたというお話でございました。はい、というわけでチャンネル登録とグッドボタン、スーパーサンクスよろしくお願いいたします。はい、終わります。